皆さんこんにちは、ぴよゆなです。本日は2020年1月購入品紹介パート2ということでやっていきたいと思います。気になるあの商品も出ています。はい、1点目です。餃子計画の冷凍生餃子50個入りで748円の商品です。基本的な焼き方は裏面に記載があります。本当にね、簡単に焼くことができます。冷凍餃子はいろいろ試したんですが、結局これに戻ってくる美味しい商品です。続いてこちら、ポークソーセージリンクス 680g 入って928円です。こちら我が家の定番商品で、特に夫が大好き、通称肉肉ソーセージと呼ばれています。肉肉の名にふさわしい満足感がある商品です。続きましてこちら、シャウエッセンです。 1020g 入って1368円です。ウインナーってほんといろいろ種類があるんですけど、このパリッとした美味しさで言えば本当にシャウエッセンがピカイチだと思います。裏面にも書いてありますが、パリッとした美味しさを楽しむにはボイルが一番おすすめの調理方法だそうです。続きましてこちら、私大好きです、アトランティックサーモンかば焼き 100g あたり368円の商品です。コストコといえばアトランティックサーモンと言っていいほど有名なあのビッグサーモン、あれをかば焼きにした贅沢な一品です。こんな感じで錦糸卵を敷いてかば焼き丼にして食べると最高です。もう本当にペロリと食べちゃいます。写真でも分かる通り油が乗っていてツヤッと輝いて本当に食欲をそそるんですよね。おすすめです。続きましてこちら、塩サバフィレです。 100g あたり112円です。身がふっくらして油もしっかり乗っています。とっても美味しい塩サバ、家族全員大好きです。次はこちら、牛豚合いびき肉 100g あたり108円です。こちら牛と豚の割合が7対3、そして赤身が 80% の商品です。よくハンバーグにして食べますが、しっかりと肉感が残って食べ応え十分です。続きましてこちら、プライムビーフ肩ロースステーキです。 100g あたり248円です。アメリカは USDA、 アメリカの農務省ですね、日本でいうと農林水産省が牛肉のグレードを決めています。今回購入したこちらはプライムといって一番上のランク、日本に輸入されるのは上からプライム、チョイス、セレクトの3つがほとんどです。はい、こちらもいつも買ってるやつ、カットしめじ 500g 399円です。我が家ではこれがとっても便利で気に入ってます。もう石突きを取る手間、ほぐす手間がないだけでめちゃくちゃ楽です。お味噌汁とか、あとは肉とかと合わせて炒め物にもとっても重宝してます。続いてこちら、雪国舞茸極みです。 500g 420円です。こちら本当にプリッと肉厚で舞茸の味が濃い、もうまさに極みって感じです。ここに書いてあるんですが、小分けして冷凍保存 OK なので使い切れるか不安な人にも安心です。バターと塩で焼くだけ、シンプルレシピでとっても美味しく仕上がります。続きましてこちら、久世福商店の風味豊かな万能だし、35パック入って1588円です。もうネーミング通り、ほんと風味豊かな万能だしです。そのままお味噌汁とかの基本だしはもちろん、チャーハンとか炊き込みご飯のご飯物にも使えます。裏にね、使った後の柄のふりかけみたいなのもレシピ載ってるので、今度やってみたいなと思います。はい、お次はこちら、生鮮風味牛乳ユフインの香り 1000ml 3本入って588円です。はい、もうその通り、いつも買ってます。いつもそのままももちろん飲むし、カフェオレにもします。料理にも使います。大人2人、幼児1人、乳児1人なのに1週間持たない。
怖い。はい、夫が飲む芋焼酎です。御嶽 1.8 リットル入って2418円です。前回の動画で正月太り解消を宣言してたんですが、まあ、その後も夫はダイエット継続中でして、まあ、ゆるりとね。なのでアルコールは蒸留酒のみです。はい、そして栃木県産コシヒカリ10キロで3398円です。家族全員お米が大好きなんですよね。子供ももちろんよく食べます。大人もよく食べます。家族4人で10キロ買って1ヶ月持たないです。エンゲル係数超高いと思います。はい、来ました。博多あまおです。スタパックで1698円。よー、美味しそう。赤くて丸くて大きくてうまい。本当にその通り。あまおです。あまお、あまお、もう大好きです。あまお、ありがとう。はい、そしてこちらラストの商品、フロランタンです。18枚入りで1780円です。はい、フロランタンです。またフロランタンです。お裾分け用も合わせて3箱を購入してしまいました。去年もね、これを求めて開店から並びました。で、こちら見てみると材料とか値段がね、いろいろ変わってます。リニューアルされたのかな。そういう詳しいことも合わせて近日中に徹底レビューの動画をアップしたいと考えておりますので、ぜひチェックお願いします。もうフロランタン全部わかるよってくらいの動画します。美味しそうですね。やっぱり美味しそう。材料変わっても美味しそう。ゴロッとしたナッツが最高です。最近インスタとかでもフロランタン、フロランタンって書いてる人いますけど、ガチファンなので、にわかじゃなくてガチファンなので、その徹底レビューですから、ぜひお楽しみに。お楽しみに、お楽しみにって2回言っちゃった。はい、というわけで今日も食材中心にいろいろ購入しましたが、こんな感じで合計金額は 29,529 円でした。今日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして高評価もお願いします。以上、ぴよいなでした。バイバーイ。バイバーイ。